今日は着物でお出かけ会で、野村万蔵さんの狂言を見に来ています。で今は、狂言のフリートークが終わって、あ、トークショーが終わって、近くの美容室と喫茶室があるところでお茶をしています。でもう一人はちょっとさっき会えなかったので、とりあえず3人でお茶しています。あ、ま、カメラがすいません、はい、どうぞなんかよかったら感想を知らなかったことも勉強できたので、トークショーから参加してよかったなと思います。あ、はい、なんか理想的なお答えですね、はい、ありがとうございます。